はい、こんにちは、ドラゴン細井です。今日はさくらビューティークリニック銀座、はい、はい、すみません、お声掛けいただいてありがとうございます。ご紹介したいと思うんですけども、さくら先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、富田先生は、もともとどこにいらっしゃった先生なんですか？もともと湘南美容クリニックです。あ、湘南で、はい、東京で、そうですね。あと脂肪吸引とかボディメイク専門。おお、同じ島のライバルですね。はい。けどね、全然やっぱね、女医さんニーズがね、全然違いますよね。はい、結構パワーが必要な手術なので、はい、女医さんでできる先生なかなかいないんじゃないかなと思っていて、はい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 、でも女医さんね、やってほしいなっていう患者さんすごい多い。いや、多いね。多いですよね。僕らみたいなね、こんななんかヤンキーみたいな兄ちゃんに裸見られたくないみたいな、ね、人は普通ですからね、その感覚はね。女医さんのところに行くのはね、もう素晴らしいっていうかね、普通そうかなと思うんですけど、有名になってくると皆さん来てくれるんですけど、なかなか初見のね、男性にいきなりっていうのは難しいですよね。授乳と出産もされてる。はい、そうです、はい、はい。ということは、そういうお悩みも聞ける。そうですね、妊娠出産によって、ね、女性の体かなり変化しますので、はい、それに伴うお悩みとか、お気持ちすごくわかりますので、うんうん、一緒に解決できたらなと思います。そうですね、はい、ということで、ちょっと院内ちょっと見学いいですか？はい、はい、以上です。お願いします。もうね、入り口からいきなりロゴドンで、こっちもね、これ映えスポット桜がピンクにどんどん色づいていくグラデーションの感じ。いや、これね、めちゃセンスいいですね、はい、そしてロゴがあって、で、待合スペースと、はい、女性に向けたクリニックなので、ピンクに統一してます、うん、素晴らしいですね、はい、で、こうね、地中海っぽい映像が流れ、はい、はい、で、こちらからが、まあ、診療スペースっていう感じなんですね。そうですね、はい、はい。まずボディ整形のご相談が多いので、まずお部屋に入っていただいて、うん、着替えとかしていただくことが多くて、うん、着替えルームこんな感じ。なるほど、なってます。綺麗ですね。はい、ゆったり使っていただけるかなと思います。うんうんうん、ここでお着替えとかしていただいて、まあ、待ってていただくみたいなお部屋なんですかね。で、私とお話ししていただくスペースがこちらですね、うん、はい。いや、カラーリング私の大好きなピンクに。なるほど、染め切ってみたわけですね。させていただきます。ドピンクすぎて、ちょっと俺これ入ってメルヘンイヤホンとこう男性が入ってる初めて。コンカフェみたいな内装ですけども、あそこで今お着替えとかしていただいて、こちらに移動してきてカウンセリングがっていう感じなんですね。はい、そうですね、はいはい、ここで、まあ、例えば脂肪にしたいんですか、バックにしたいんですかとか、どこのお肉が気になりますかみたいな話をするっていう感じなんですかね。そうですね、ここが、まあ、メインで先生がいるお部屋っていう感じですね。これは何なんですか？ここはこれ洗顔ですね。なるほど、施設の前とかに洗顔、はいはい、必要があるのでここでやっていただきます。なるほど、洗顔とかアメニティングこれディオールで統一してます。すごいですね。やっぱ造成に嬉しいように考えました。で、今あちらのオペ室は今手術されてると思うので、こっちがオペ室2個あるんですね。はい、手術室2個です。もう一つの手術室と、はい、窓が明るい手術室。そうですね、はい、素晴らしいですね。緊張感がちょっとほぐれますよね。閉鎖的だとね、大学病院とかの手術室とかって真緑でここどこやみたいなね、宇宙船の中みたいに感じちゃいますけど、これね、ビルクリニックのね、いいところはこうやって光が取り入れられたりとか、あと高さがね、あって外が見えたりとかね、するといいです。まだね、あっちの皮膚科スペースまだ使ってないっていうね。手術ばっかりやってますけど。そうですね、これからぜひね、皮膚科とかももしくはやっていけたらいいですね。はい、バリバリやっていきたいなと思います。わかりました。はい、インフルエンサーや見せかけの低価格に騙されていませんか？もしかしたらあなたはぼったくられやすい性格かも。アマゾラクリニックは明瞭な料金設定、ぼったくりなし、カウンセラーが手術を決めない、医者が決める、研修上がりは雇わない、全員形成外科専門医、美容外科を革新的に変えていく、アマゾラクリニック。はい、ということですね、院内紹介ありがとうございました。今回さくら先生をね、紹介したいと思うんですけども、一辺取りのこと聞いてもね、全然思んないんで、みんながえっていうことをね、聞いていくんですけども、怖いです失礼だったら全部カットって言ってくださいよろしくお願いします。お願いします。はい、でもう SNS で整形15回みたいな結構発信されてるじゃないですか。ちなみにどこ整形されたんですか？してないところの方がないぐらいなんですけどね。全身やってますね。わかります？今言われるまで気づかなかった。わかんないですよね。別にそんな整形顔じゃないというか。テーマナチュラルでいつも整形してます。テーマナチュラルで15回っていうのがね、回数がアンナチュラルになってますけどね。目、鼻、輪郭、ボディもですか？ボディも全部やりました。やって、初日もやりました。すごいな。え、それ美容外科になる前ですか？いや、なった後もちょいちょいはやってアップデートして、はい、なる前は何やったんですか？逆になる前
にほぼ全身は完成したんですけど2回目とか修正とかをなってから、はい、なってから。じゃあ美容以外なるべくしてなったってことですね。そうですね。市場調査を自らしてたってことなんですね。自分が経験する中でね、いろいろ学んだことあります。もともと湘南さんにいらっしゃったと思うんですけど、はい、自分が整形してたのも湘南さんがメインだったんですか？そうですね、初めて二重整形したのも湘南美容院です。いいですね。そんな整形した患者さんが入職してくれるなんてね。湘南さんからしたらめっちゃ美味しいやんっていうね。湘南で2年ぐらいやったんですか？1年ぐらいですか？2年ぐらいやりました。はいはい、はい、で包茎とかボディ、女性だとやっぱ大手さんだと大体こう松陰神経いくか包茎系いくかが多いですよね。あと二重か、はい、あ、そうですね。それをメインでやってたんですね。自分が所属してたクリニックがボディ整形がかなり多いクリニックだったので、そういうのを勉強する機会が多くて自然的にそっちの方になって感じ。新橋銀座院、めっちゃでかいですよね。めちゃくちゃでかいです。湘南の中でも結構大きい方の、はい、全身麻酔できるのが湘南の中でも3つしかないんですけど、うん、新宿、新橋、大阪、大阪の梅田とか、はい、だから骨切りやる先生とかがっつりと六軟骨で鼻とかやる先生がいらっしゃるクリニックだったんですね。そうですね、はい、湘南の中でもね、やっぱりやってる手術かなりピンからキリまでありますもんね。二重ばっかりっていうところもあれば、ね、がっつりやるっていうところもあってね、はい、じゃあそこでやってたから、まあ、いろんな手術は見れたわけですね。そうですね。でそこから開業されるっていう時には何かあったんですか？やっぱり学会とかでも勉強してて、湘南のメニューにないから勉強できない治療とかいろいろあったりして、それでもやってみたいなっていう気持ちが高まったりとか、予約方法とかもこうなったらいいなっていうのがいろいろと自分の中で積み重なってきて、自分でやってみたいなっていう気持ちが高まってきた。僕もね、ザクリニックっていう脂肪吸引では大手のかなり老舗というかやってるとこいたんですけど、やってるとね、やっぱりそのもう完成されちゃってるんで、システムもう出来上がってるじゃないですか、うん、それでもうほんと10年近くやってる先生たちがいっぱいいる中、自分でこうしたいなとか思ってもなかなか若手だとね、そう言い出すことは難しいですよね。だから変えたいとか、私はこうしたいみたいなのがある場合って何とかこう独立して発揮しないとなみたいになりますよね、うんうんうん、大手素晴らしいところもあったんですけどね、安全第一のところとか、うんうん、そういうところは守りつつもやっぱりオリジナリティ出して、やっぱりその方が患者さんのためになるっていうことは積極的に取り入れていきたいなと思ってます。なるほど、はい、お子さんもいらっしゃるんですよね。はい、いつ産んだんですか？開業前ですか？開業前です。去年の夏です。生まれてから開業。生まれてから開業しました。すごいですね。開業医とお母さん同時並行できます？妊娠してた時の方が大変でしたね。出てしまえば、はい、体軽くなってまあそれそうですね。よりパワーアップします。あ、じゃあお腹大きい時も手術してたんですか？あ、もうしてました。臨月までしてます。プライベートすぎたら答えなくていいんですけど、旦那さんとかなんて言ってくるんですか？だってね、奥さんめちゃめちゃ働いとるやんみたいな。一番仕事が大事っていうのは理解してくれてるので、ここはまあ気にしたらっていう感じでは。そんないい旦那さんいるんすか？さくらの好きにしてないよみたいな。俺がベビー見とくからさみたいな。二人で協力してやってます。チームワークすごいですね。そんないい旦那さんを見つけるあのコツを教えてください。こういう人がいいみたいのはめちゃめちゃこうリストアップしてます、ね、自分の中やば条件を条件、はいはい、いっぱいあります。なるほど、チェックつけられるみたいな感じにしといて、はい、絶対外したくない条件とサーブの条件みたいなのがあるってことなんですか？一つも譲ってないですちなみにその中の条件何個かちょっとこれは外せないなみたいな何だったんですか？親が好きがかなり大きかったですけど。両親と仲いいってことですか？うちの親が気に入ってくれる。あー、はい、なるほど、はい、桜家が厳しいですね。私が、はい、とっても厳しかったので。あ、なるほど。要はお父さんお母さんがこの人だったらいいよと言ってくれる人がまず1位、はい、あとはプロポーズの時の条件とかもいろいろあって。いや厳しいおい、条件つけるな厳しいわ。プレッシャーかかるやろ。条件ない最初から提示してるんですか？そうですね、言う通りになってる。え、どういうこと？沖縄行ってハリー1本でバラ100本でみたいな。そこまで指示されたら逆に簡単ですわ。ほぼ指示書みたいなの出てるじゃないですか。もう仕事ですよねそれ。それをしっかりと実行してくれたんですか？そうですね、はい、逆にそこまで指令されたら外す方が怖いですもんね。あ、でもちゃんとなんかあのそれ以上にコメントとかもしてくれたんで、もうあの満点回答。なるほどなるほど。付き合ってその長かったんですか？結構1年ぐらいで決めてもらいました。それも指示書に書いてあるわけですね。1年以内に決めることみたいな、はい、そんな素晴らしい旦那さんがいるもんですよ。いや、やっぱりね、僕らもこの仕事してると看護師さんとかはやっぱね、年齢的に結婚したいとか言ってる方いっぱいいて、いろいろね、こうアドバイスとかするんですけど、なかなかね、自分からグイグイいける女性って少ないですけどね。それを受け入れてくれる人じゃないとダメです。けどまあ最終的に結構言ったもん勝ちなところあるじゃないですか。言ってみて、おいとこ、おーおー、オッケーって言ったらオッケーなんですけど、みんな言えな
ないですよね、やっぱりね。そうですね。いきなりエクセルシート見せられて、一個ずつチェックしていくからみたいなこと言われたら、ドドドってなるじゃないですか。けど、そういう女性が好きっていう人も結構いますからね。じゃあ、今でも家族3人で。そうですね。ここ何時までやってるんですか？ここ7時までです。お子さんもうお迎え間に合わないですよね。間に合わないですね。毎日ダッシュですよ。ダッシュしたら間に合うもんなんですか？ダッシュして間に合わない。ダッシュしても間に合わないですよね。電車の中で走るみたいな。なるほど。電車の中を走って、その時間まで預けてくれるところがあるんですか？そうですね。いや、すごいっすね。週2日ぐらいしか休んでないですもんね。まだね、開業したてで大変なことってたくさんあると思うんですけど、今何が一番大変ですか？そうですね、湘南美容クリニックの時はモニターランキングみたいなのがあって、あ、はいはいはい、はい、私ずっと全国1位だったので、東京で、はい、あ、なるほどね、はい、それだけで来ますよね。そうです、私のことは知らないけど来てくれる人結構いたんですけど、うんうん、まあ、今はもう私の名前に知ってて、先生のこと、あの症例も見てっていう人しか来ないので、その集客のところはやっぱりちょっと頑張らないかなって思ってます。湘南から独立される先生って自分がすごい人気なのかなと思ってたけど、やっぱ湘南さんのブランドすごかったんだなってみんな言いますよね。ね、本当に、はい、分かってましたけど、200人以上ね、もうドクターがいる中でランキングされてて1位だったらこの人すごいんだろうってみんななるじゃないですか。結局コールセンターとかもランキングとかね見ながら説明するじゃないですか。この先生が一番有名ですよみたいな。 そうですよね。そうなったら自然とね流入しちゃいますよね、うん、問い合わせ数がまだ半端ないですからね。1回コールセンター行ったことあったんですけど、もう電話がずっと鳴りやまんだ。40人待ちとかなってて、電話が、はい、やばっ。そんな一言も絶対ありえないですよ、そんなのは。それぐらいの広告費とかをかけて働いてるドクターのために集客してくれてるってことですよ ね。認知度もめっちゃ高い、 CM とかもねバンバン売ってるし、いやだからそこはね個人ってなった時にバランス難しいですよね。だから自分の力で集客できたと思いきや、やっぱり組織の力大きかったんだなみたいになりますよね。今じゃあ SNS 頑張って、今 SNS 頑張ってます。実はこれ繋いでいただいたのがね、これりょうたくんの繋がり、りょうたくんが SNS やってくれたりしてくれてるんですか？一から TikTok やってます。フォロワー0人から今14万人おー、はい、すごい上げてもらいました。彼みたいにね、やっぱり SNS のプロみたいのがねいると僕らも心強いですよね、本当にね。 SNS のプロではないので私たちが、はい、はい、そういうところはやっぱ分業していかないと、やっぱ集客と僕ら手術し毎日しなきゃいけないんでね、そこは分けてやっていきたいですよね、はい。じゃあですね、最後に見てる方々、こういう人来てほしいよっていうのを教えてください。女性のボディメイク、ボディ整形専門でやってます。で、私もともと乳がんの治療ドクターをやっていて、年間200人の女性の手術をしてきていて、そういったところもあって、包茎専門で今もやっているっていうところですね。で、女医さんであるっていうところと、あとは乳がんの治療をずっとやっていたっていうところで、すごく安心感があるっていうふうにお客様によくおっしゃっていただくので、ちょっと包茎やってみたいけど怖いなって思っている方は、ぜひ一度ご相談に来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。乳房周りやってると、やっぱ脂肪包茎とか包茎とかすごい楽ですよね。そうですね、うん、はい、あんまりそこにね苦手意識というか、もうむしろその得意分野っていうイメージがあるので、やっぱそういう経歴がある女医さんに任せた方が絶対いいですよね。研修医とかねの上がった先生とか、あとはまあ皮膚科の先生とかって乳房なんてほとんど見ずにねキャリアになっちゃってるので、そういう先生に比べるとやっぱね乳腺外科医やってた先生っていうのはめちゃめちゃメリットありますね。さくら先生、今後も頑張ってください。はい、よろしくお願いします、はい、ということでね、今日はさくらビューティークリック銀座院の方にお邪魔しました。はい、ということで誰かねまた来てほしいクリニックあったら問い合わせください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。